本日の注目イベントは米国 GDP 成長率 AI キャラクターをリリースポストプライムこんにちは YouTube の皆さん高橋ダンです今日速報で上田総裁が実はこれからマイナス金利削除する可能性ありというヒントをして 今日は大きくと円高、すると利回りが上昇、アメリカでも日本でもね、問題は利回りが上昇をすると、特に株は下がりやすいんですね。皆さん、そこを今日を展望していきたいと思います。現時点今9月の11日、僕はハーフだけどアメリカ育ち26歳でウォールガーのヘッジファンドを立ち上げて売却した経験、あり62カ国で旅してドラゴンボールと納豆が大好き。概要欄の方でプロフィール見て YouTube チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それと皆さん僕が創業した投資を学 このポストプライムというところで、今月はここの2周年記念なんですけど、 今週末気づいたの、アプリ対応していなかったので、アプリ対応できるように少しだけこの75%割引を延長しました。アプリでもちゃんと参加できます。はい。この問い合わせがすごく多かったので、皆さんすいません。新しいチャンネルで追加の登録、まずは2週間の無料体験、その後に支払いがスタートしたら通常の価格より75%割引、専門家が毎日配信をしてて、いつまで追加の登録をどのチャンネルを選んでもいい1年に1回だけのこの大きな記念日なので、ギャーロンの方で皆さんも参加して、 いいろんなな方の,、えーま、あのチャンネルを大きな割引で見てください最近はね、僕のポストプライムのチャンネルでは、まあ、これ、あの、新しく生まれた娘の動画とか、えー、有名なエミーさんのライブ、えー、それとか、特に、えー、YouTube で話してない一番今好きな、えー、銘柄とかも話しているので、皆さんも聞きに来てください。特に先週、今週はこのパラジウム、ウるルプラチナっていうペアトレードが8%上がりました。プライム登録の皆さん、はい、おめでとうございます。えー それと、ね、特に皆さん、僕のチャンネルの方では上の方を見ると教育コース、実は無料で最初のレクチャーもどれでも見えますし上の固定投稿でもここは使い方とか全部復習な動画も無料で載せています AI キャラクターとかメンバーシップとかそのとかですね Web アプリでも使える僕のチャンネルは無料投稿もあるけれど有料投稿では YouTube で話していない一番注目している特殊な銘柄も長期投資短期投資両方とも話してますし2023年では勝率が70%程度であるのでプライム登録も無料体験もガラの 方で検討してください一応今週は大きな CPI 発表でライブ配信も水曜日13日9時25分にしますし興味あれば、ね、一応業務委託正社員でも8つのポジションマーケティングとかエンジニアとかテスターとかもまだ募集中なのでそこも興味あれば応募してこいてください。Let's get started here まずは今日の発言何が起きたのか上田総裁何を考えているのかこんな時に何でこんな発言をしているのか Go through this year. 今日起きたことは、上田総裁が読売新聞でインタビューを実は9月付けでしたんですあ。すみません、9日付けでしたんですで。今日一応この朝に出てきたんですで。ここのインタビューの中では、特に市場が気になっていたマイナス金利の解除を中心とした金融政策の正常化の前倒しの意識を始めています。 つまり今の日銀、短期金利がマイナス0.1なんです。他の中央銀行は世界ではみんなマイナス金利じゃなくプラスでマイナスっいうのは異例ですよ。お金を借りるとお金をもらえる。すごい変ですよね。この中央銀行が設定する金利は銀行が中央銀行からお金を借りに行く。だけど今お金を借りると実は 利,回りをははら利子を払うのではなく、もらえるんです。普通はお金借りるとき、払わなくちゃいけないですよ。お金を借りてる価値があるので。このマイナスをやっている理由は、経済を支えるため。で、これをプラスに戻すか、それともゼロに戻すかということを今日ヒントしたんです。このイールドカーブコントロール、超短金利操作。 政策の柔軟化を決めた7月28日の金融政策決定会合の記者会館で上田総裁は、1%の物価目標について、持続的安定的な実現を見通せる状況には今至ってないと繰り返しており、一歩踏み込んだ内容とも言えています。しかし、今日のインタビューでは、ここを早ければ、 もしかして来年の1月ぐらいにマイナス金利の解除を動く可能性もあることを市場の参加者に少しと今日はヒントしていました。で、これを見ていて問題なのはブルームバーグの世論調査によると最近の世論調査ではこの政策変更つまり短期金利を解除するというのほとんどの方は今現時点この青の線を見ると来年の4月ぐらい それとも来年以降、まあ、再来年になること、一番世論調査で見ると、この水色の部分が多いんです。つまり、誰も今、直近で短期金利を上げることは見込んでいないんです。でここが問題。やっぱり相場にとっては、ここはサプライズ、ショックです。 短期金利はマイナスをみんな維持すると思ってる。長期金利は違う。長期金利はもうどんどんとこの長期金利の差し値オペ。もう実は7月に1%に引き上げましたね。去年の12月は黒田総裁が0.25%から0.5%に上限を引き上げた。こっちはどん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 長期金利の方は柔軟化に対応して上げてるんだけど、短期金利はまだ一切も動かしてないし、まだ誰も動かすと直近には思っていない。 ここがサプライズ。で、影響範囲が今日大きいです。まず、日本の10年利回りがドカーンってすぐ0.7%まで行きました。それと一緒にアメリカの利回りもドカーンってここ上がってます。で、ここ問題なのが利回りを上がると特に、特にアメリカ相場ではアメリカの利回りと株は逆相関してる。ここがアメリカの10年の国債利回り。ね。日本にもう本当に 押されて日本が上がって、一緒にアメリカも今日上がってしまっているんです。アメリカが上がると、ここの相関係数を赤で見ると、ネガティブです。つまり、利回りがアメリカで上がると、実は株価は下がる。株価は逆相関している。マイナスなんですね。ここはアメリカの米国株式指数、S&P 500と一緒に比べています。ここが問題。こういうような発言が日銀からちょっとでもあると、全世界相場。 に下振れリスクが出るっていう状況であります面白いところ、このニュースを受けて、ちょっといろいろニュースがありましたんですけど、そこを見る前に、まず客観的な相場を見ていきましょう。今日は日経平均0.5%下がって、そんなでかい下がりじゃない。香港指数が1.7%下がってる、まあ。香港が下がってるよりは多分日本と関係ない状況だと思います。ポストプライムの AI を見ると、一番投稿で出てきている言葉は、売り上げ 上田総裁、CPI、アメリカのミシガン大会、ウクライナ、小売売上げ、なんだここか、小売売りだけ、うーんなるほど、相談、仕組み、欧州 OK、PPI、上田総裁に対しては、この発言がちょっと、ちょっと今は注目されているみたいですね、はい。あとは、今日の相場を見ると、投票率ランキング、まあ、一番割安を、 ポストプライムがピンク色でハイライトしてくる一番割高な銘柄をオレンジ色でハイライトしているドル円が今ここ割高なんですねつまり今ドル円を直近で今日の朝見てると どん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 下がり始めて、この、この、この記事が出てきたら下がり始めているので、今結構割高な状況なんで、これは危ないかもしれないです。急に下落する可能性があるかもね。特にこのチャート見て、まあ、ドルウェインが146.25まで結構すごいスピードで今日下がって、 います、はい、でこのドレンのチャートをちょっとズームインすると、マック・ディーがここが実はまたまたこれが下落トレンドになった。なんか行ったり来たりしてるんだけど、また下落トレンドになってます。これで危ないのは日経平均も一緒に下がるトレンドになるかも。ね、で、実は米国株もマック・ディーもここは下落トレンドに見えてきた。なので世界相場がここの金利上昇と一緒に動いてきて、危ないと僕は思え。 はい、皆さん、この投票率というのはね、特にどのチャートでも使ってて、僕のチャンネルでもこの砂糖を買ってた時に、特にこれがすごく低かったので買ってます。Let's keep going today。金利上昇が今ある中でもう一つ気になるのは、今週はアメリカの CPI、消費者物価指数。消費者物価指数が9月13日9時半に発表される。生産者物価指数がアメリカでは 木曜日の夜、9時半に発表され、るその上にヨーロッパの決定会合もある。今週は特にアメリカでは多分、一番今注目されている経済データ、消費者物価指数、消費者物価指数が高い理由で中央銀行が利上げをしてきたんですね。これがまずアメリカである。ヨーロッパでは決定会合がある。今まですごく利上げをいっぱいしてきた。その上に日本ではこんなことが今日起きた。ね 上田総裁が特にこれからマイナス金利を解除するヒントをしている金利上昇するリスクが今週は僕は結構極めて高いと思いますこういうマクロファクターマクロ的なイベントがいっぱいあるし発言があります中央銀行から消費者物価指数で特に気になるのは7月のデータが先月の8月10日に出たんだけど3.2%でちょっとボトムをしてまた上がり始めているような気がする 大きな理由はここは原油だと思う。原油価格が今また上がり始めています。ってことだと、これが上がり始めると、消費者物価指数も上がり始めると僕は思います。コアを見ると、コアインフレっていうのが原油と生鮮食品にのぞいている。これが4.7なんですね。だけど、コアじゃない、全部含めたものが3.2。面白く、今は原油、 のの価格の上限率がマイナスなんですだからこそ、コアと比べて普通の名目の方が今低いんです。だけど、原油がどんどんすぐ上がり始めると、こっちも上がり始めて、やっぱり金利上昇するプレッシャーになると思います。アメリカの中銀の方では11月1日の決定会合では、 もう一回利上げをする可能性は相場を今約50%ぐらいの予測をしています。こういうような発言がまたまたアメリカの次の決定会合の9月20日でされるリスクがあると思うので皆さん、やっぱり今週は結構みんながセンシティブにこういう決定会合とか CPI を見ている状況だと思います。で、その上に今はアメリカのハイテク株のフローを見ていると まだここは高いです。すごい高いです。まだほとんど売られていない。ほかに今日、今、フローとか見てると、日本も結構買われている、グロース株買われている、テクノロジー、こういうところに特に日本株もこういう金利上昇があって、ナスダックとか下がったら、日本株も僕は少し危ないと思います。今、お金が流れているのは、この右のチャートを見ると、特に バリュエーションが高くなってるのは、マージン、リザヤ、バランシートが強い会社。グロースじゃなくて、バリューですよ。データを見ると、今お金が流れてるのは、バリューの方に僕は流れてると思います。はい。まあね、ここのニュースを見て、僕は特に自分のポートフォリオ、今どんどんとディフェンシブ的に、安全的に少し調整をしてます。で、なぜかというと、今,日今週末で出てきたこのデータによると、ドイチャ銀行、 のモデルによると景気後退の可能性が今ものすごく上がってきてるんですね景気後退が起きると大体株は下がる逆に債券の利回りは過去の50年間を見ると大体この景気後退がグレーで起きるときは利回りも下がるつまり債券の価格は通常上がりますその上に今は特にここの アメリカの株価の利回り、SP 500 earnings yield、マイナスアメリカの3か月国債、まあ、MMF の利回りを見ると、今は久しぶりに23年ぶりのマイナスです。どう見ても、こういう利回りがもっともっと上がると、いろんな機関投資家はお金を株から債権に 流すと僕は思いますあ日本の債権には多分流さない。なぜかというと、日本はまだこれから利上げをこれからスタートする。まだそもそもスタートしていないんです。今は YCC を撤廃することなので、10年国債を自由に動かせることを検討しているので、短期金にはまだ一切も利上げしていない。ということは、日本国債はまだ僕は下がる余地はあると思うけど、アメリカ国債、アメリカの方では債権、 のボトムがようやく来ると思います、まあ、それ以外にね、この頃今週末見てたけど、特にヨーロッパとかね、イマージングマーケットの PER がすごい高いし、今は特にイタリアとかスペインとかもすごい低いので、僕はやっぱり米国株よりは、いろんな他の、例えば今はコモルティとか新興国とかヨーロッパ株とか、こういう債券の方がもっと得。 お得だと思いますね。もっと今は割安だと思っているので、こういうような今週のニュースを見ていると同じふうに考えています。 を取引している日本人ははほほととんんどどいいいいななし取引できる証証券券会社もほとんどいない僕は8年前から IG 証券を使っています日本国債、米国債、イタリア債、国債、いろんな種類、短期国債でも取引できるし、商品コモディティも米とか小麦とかパラジウムとかイタリア株価とかい、ここはウィーケンド収集、週末の間に取引できるところもここも使えますし、新規口座開設すると5万円のキャッシュバックももらえますし、ポストプライムで街路のリンクを使って新規口座開設すると3000コイン ももらえますこれはガイロの特別リンクを使うとすでに口座を持っていても例えば家族のためにファミリーで一緒に新しい口座もできる新しいメールアドレスと新しい身分証明書は使える3000コインは3000円と同じで完璧に無料数分間ですぐ終わるすごい簡単なのでガイロの方で追加の口座解説もぜひ皆さん IG 証券で検討をしてみてください今日のまとめを見ると I believe that 今週は特に金利が ますます上昇するリスクが高くなると思う。で、この金利が上昇をすると、米国株が下落するリスクもますます高くなると思う。アメリカの10年の利回りが今、またマックリーがクロスになりそうです。日本からも押されている上に、日本の利回りが上がると、やっぱりアメリカも一緒に債券相場を一緒に動く。上田総裁の今日のコメントは、ちょっと異常に少し今日は、 タカー的でありました、ね、マーケット、ちゃんとここはプライスに折り込んでいないと思う。こうなると、アメリカ、日本、一緒に利回りがどんどん上がり続けて、特に株はほとんど世界で下がるはず。特にグロース株とかハイテクとか、まだまだここにフローが大きすぎる。でこういう時にはどうしてもやっぱり株よりは債券の方が魅力的が高い。しかし、僕が3年ぐらい前から言ってたように、 一つだけのセクターはすごく貢献する。一つだけのセクターはすごく恩恵を受ける。で、このセクターはずっと過去から言ってたように銀行セクターです。日本の銀行株。僕は2020年の春から買ってきた。YouTube でも全力で買うと何回も発言した。過去の動画も見てください。ここは今日、銀行指数が4%と日本で上がってます。 金利が上昇、短期金利を上げる。日本はここをこれから徐々に徐々にやっていくけど、一番恩恵を受けるのは銀行と金融機関です。銀行と金融機関は短期金利と長期金利のこのボラテリティと差が大きくなると一番動きやすい。確かに短期金利を上げてしまうと、 日銀からお金を借りるときコストが上がるけれど短期金利が上がると普通長期金利もすごいもっと上がるんですねなのでここの短期金利と長期金利の差がもっと大きくなるので銀行にとっては良いんです銀行は短期金利で日銀からお金を借りて長期金利でお客さんたちにお金を貸している住宅ローンとかビジネスローンなのでこのスプレッドがでかくなると利彩が大きくなるこれは ほとんどのグロース銘柄には良くないけれど、バリューみたいな銀行株とか、こういう金融機関、保険会社にとっては実はプラスだと僕は思います。この利ザが出てくる。なので、こちらの投資も僕は自分のポートフォリオではまだ 日本の銀行株を残してます120%以上上がってるけど、まだ残してるので、そこは皆さんに改めて言いたいです。まだ残すべき。でこれからもまだまだ日本の銀行株は50%から100%ぐらい上がる可能性はこの2年ぐらいではあると思います。なぜかというと、日本は2年ぐらいは最低はかかると思う。 普通の、例えば0.5%の金利とか1%の金利に短期金利を上げるのはそれぐらい時間かかるので、それまでの間は日本の銀行株が日本株ではまだベストだと思っています。はい。Thanks so much, guys. 特にあの具体的に僕がね、どの銘柄を見ているのか、長期投資と短期投資、僕のポストプライムチャンネルで見に来てくださいね。ライブ配信も水曜日にやります。で まあ言った通り、ポストプライム。このアプリ対応をちょっとできていなかったので、今週末緊急でリリースしたのは、アプリでもこの75%の割引を使えるようにしました。ちょっと延長したので、そこもガ要欄の方で皆さん使ってください。最後にこのメンバーシップ。も9月登録している方には大きなプレゼントを10月にします。なので、 9月の今から無料体験。それとも再登録も検討してください。メンバーシップはレベルがいっぱいあるけど、特にゴールドとプラチナの方には大きなプレゼントをしますので、楽しみにしておいてください。Thank you so much, guys.Thank you so much for all the messages. 特に週末の間に娘が生まれたお祝いのメッセージ、投稿が YouTube でもいっぱい、Twitter でもいっぱいで、ポストプライムでは特にものすごいいっぱいでした。Thank you so much, guys. これから明るい日本。 強い子供、強い人を育てなくちゃいけないと。今、日本が必要なのは強い人です。優しい時代ではなく強い人です。日本はどんどんと置いていかれている。日本は成長しているけど、問題なのは海外がもっと早く成長しているんです。成長というのは経済の成長ではだけでなく、テクノロジーの進化、アイデアの進化です。ここが特にアメリカと中国がものすごいスピードで。 続いているだけど他の国もすごいスピードで今競争しているで日本はどうしても昔からは新しい技術に方向転換をするのが時間がかかるここには真っ正面にすぐ戦える人たちを作らなくちゃいけない僕は一人作りましたこれから育てますこういう強い人間を育てていくように僕も強い人間にならなくちゃいけないのでこれからも頑張っていきたいと思います Make Japan great again. これからも YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。Thank you so much, guys.Have a great d a y ライブ配信も水曜日で、ポストプライムで見に来てね、CPI。ありがとうございます。